茨城県道208号、長岡富士予選取手市片町取手市宮、和田の旧国道6号から降格した区間、茨城県道208号、長岡富士予選は、茨城県龍ヶ崎市から、取手市に至る、一般県道である、龍ヶ崎市町沖町から古海川を高須橋で渡り、取手市富士城市以外を経由して、道市町脇までを結ぶ、延長約8キロメートルの路線。 富士城の片町交差点から、小浮き交差点の区間と、片町交差点発見関交差点は、国道6号の旧道が本路線へ移管された区間で、ある。1959年10月14日、新たな県道として、龍ヶ崎市長沖町を起点とし、北相馬郡富士城町を終点とする区間を、本路線とする県道、長沖富士予線として、茨城県が、 県道路線認定した。1995年に整理番号208となり、現在に至る、取出市藤城の JR 常磐線藤城駅の西側に、同市街地を迂回するバイパス中を、平成9年度から整備が進められており、南端は原道に接続される計画である。2012年11月16日には、JR 常磐線をまたぐ藤城湖線橋が開通している。 道路法の規定に基づき、取手市、藤城道及び、取手市藤城南同市藤城間は、緊急輸送、福音、曲線半径、公害その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりファット AB、道路の区域の決定、茨城県法、第2677号、 p29ab 道路の区域の決定茨城県法第2677号 pp3031abcde 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在ハット a b c d 十ヶ崎工事事務所都市計画道路中内大入線富士城立教整備事業茨城県ホームページ茨城県 2016年1月8日閲覧。茨城県報、第187号、大正12年4月16日、茨城県国寺第194号より、県道路線認定茨城、ありがとうございます。